はい、よくグリップをですね、指が白くなるぐらいきつく握っている人がいますが、これは間違いです。トップで力んだトップの原因になりますので、正しいトップの作り方を教えますね。あ、トップじゃない、グリップの強さですね。はい、ちょっとグリップを回して、はい、そしたら手を前に出してください。はい、ドアノブをその場でカチャ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 、これ前腕回ってますね。このくらいの握りの強さでグリップします。そして実際の感じはこんな感じです。この3本指、ね、中指、薬指、小指ですね、この膨らみを軽くタッチしてます。触ってる感じ、人差し指まっすぐで、この親指のこの V の字を軽くします。で、人差し指が正面向いて前、カチャ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 、ドアノブ回すように、はい、前腕回ってます。グリップの強さってこんな感じです、ね、この指の隙間空いてますね。はい、こんな感じですね。左手も、はい、カチャ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 、はい、その感じでバックスイングしてみましょう。その握りでバックスイングすると、はい、トップに行ってもこの前腕が動きます。はい、パコパコパコ、はい、このぐらい余裕あります。このぐらいのソフトグリップで握れるといいですね。